あ、そう、この間の木曜日って言っていいのかな、まあ、言っちゃったからもういいか。木曜日に工事中の収録があって、年内最後の、そこでね、学園に入った瞬間にね、なんか見覚えのある声すると思ったら、聞き覚えのある声がすると思ったら、ミオナがいたんです、学園に。びっくりした。しかも3月に卒業してから一度も会えてなかったの、コロナ禍とかいろいろでね。まあ、会おうと言ってたんですけど、でも3月ぶりに久しぶりに会ってミオナにめっちゃ嬉しかった。もうね、なんかちょっと泣きそうなんかすごい会いたいなと思ってたけど、なかなかねお仕事もあるし会えないかったので、なんかミオナの顔を見てすごい、あ、すごいミオナに会いたかったんだっていう自分に気づいて、すごい嬉しかったですね。え、ミオナって言ったら、ミオナが、え、ひなこじゃんって言って駆け寄って来てくれたので、私も駆け寄って二人でギューってしてました。なんかそれをね、ちょっと遠くからアッシュンが微笑ましく見てたんですよ、ちょっと遠くからね。で、アッシュンもミオナに会いたいだろうなって思って、ミオナと喋りたいだろうなって思って、アッシュンおいでって言って、何って言いながら、でもミオナとギューってして、すごい嬉しそうにしてました。なんかやっぱりね、なんかこう1、2期生の絆というか、それぞれいろんなタイミングでいろいろなメンバーといろいろな仕事をしたから思い出があっていいなって。あと、もうすぐもう終わるんですけど、ちょっと面白い話があって、マナちゃんは多分ちょっと会ったりしてたのかな、ちょっとなんか久しぶりって感じが見えなかったからわかんないんですけど、なんかね、なんでミオナいんのってマナちゃんがミオナに言ってて、そしたらミオナがめっちゃ真顔で、え、マナさん知らないんですか、私5期生に入ったんですよって言ってて、でもうめちゃめちゃびっくりしました。その誰でもわかるような嘘もミオナがでもなっちゃんちょっと騙されてて、2秒後ぐらいに、いや絶対違うでしょって言ってたんで気づいてたんですけど、いや、そう、久しぶりに適当ミオナが見えて面白かったです。